例えばさ、ね、最近よく考えたけどさ、うまくいくこととうまくいかないことってあるじゃん。でさ、車もそうだけどさ、まあエンジンとかさ、すごくね、性能がよくできるよね。で、あとはさ、例えばいろんな技術使ってさ、いいものはいっぱい作れるんだよ。だけどさ、売れないっていうものがあるよね。で、なんで売れないかって言ったらさ、多分ね、僕フィーリングだと思うんですよ。要するに仕事しててもさね、要するに同じようにさ、みんな仕事してるじゃん。で、スキル上げるために一生懸命努力するよな。でもさ、報われない人っているんですよ。それ何かって言ったらフィーリングなわけ。フィーリングって何って言ったらね、これ分からないんだよ。ね、要するに、科学で証明できないようなものってあるわけ。で、例えば食事なんかもそうだな、料理でもさ、もう一流なさ、その食材使ってさ、で、優秀なさ、人が物作ってさ、で、優秀な器作っても、なんかさ、ちょっと違うなっていうのがあるよね。で、それはさ、何かって言うと、受け方のフィーリングなんだよね。だから、その受け方のフィーリングって何かって言ったらさ、要するに、相手に、そのさ、フィーリングが伝わってるかどうかってことなんだよ。で、仕事してもそうじゃん。ね、例えば、ね、みんなで一生懸命仕事してるけど、なんか冷めてた目で人のことを見てたりすると、なんかこいつ嫌なやつだなって思っちゃうよね。ね、要するに、人が一生懸命仕事してるんだけど、要するに、周りでなんかさ、くだらない話をね、してたりするやついるよね。で、その会社の中でくだらない話をしてさ、それはコミュニケーションと思ってやってるのかもしれないけども、実はそれって、ある意味ではさ、仕事の中でのフィーリングがずれてるなと思ってるわけ。で、いろんな意味でね、よくさ、こういうのが正しい、誰が正しいだってあるよね。よく、要するに、人とのコミュニケーションはさ、おしゃべりしなきゃコミュニケーション取れないと思ってる人いるし、飲みニケーションとか言っちゃってさ、毎日飲まないとコミュニケーション取れないとか思ってるバカなやつもいるよね。それって全く違うんですよ。仕事は仕事の中でコミュニケーションって取れるのわけ。で、で、その中でね、仕事として、進めたときに、要するにある意味でさ、ね、確実にそのうまくいくグループとうまくいかないグループってあるんですよ。で、うまくいかないグループの、ね、人たちっていうのは、ね、ある意味でさ、要するにフィーリングがずれてるんだよ。それ何がフィーリングかっていうと、相手方がどう受け止めるかっていうさ、その環境について自分たちがどう考えるかなんだけど、これってね、身につけるには中身変えなきゃダメなんだよ。要するに人間ってのはね、潜在意識とね、顕在意識ってあるわけ。で、顕在意識って何かっていうとさ、意識する意識な。要するに、つまりさ、これしなきゃいけないよな、あれしなきゃいけないな、いつも思ってるんだよ。でもさ、やらない人っているわけだね。で、それを実際その顕在意識の中でこれやらなきゃいけない、あれやらなきゃいけないって思いながらもね、じゃあそれをさ、実際にやるってことで、やるとさ、あ、こうしたらうまくいくよね、こうしたらうまくいかないよね、思うわけじゃん。そうすると、うまくいった方だけ人間っていうのは記憶に残るようになってるんですよ。で、大失敗したことも記憶に残ってるから、次に失敗しないようにするじゃん。それって、経験則上の積み重ねなわけ。だから、経験することが一番、そのね、要するにコミュニケーションとして測りやすい能力がつくってことなんだ。ところが、経験しない人ってさ、わからないんだよね。要するに、さ、理屈はわかるんですよ。こうした方がいいし、本いっぱい読むよね。で、いろんな勉強するよね。で、コミュニケーションの本もいっぱい出るよね。で、それをさ、真面目に、あ、人との接し方はこうしなきゃいけないんだ、話しなきゃいけないと思ってるけど、こういうやつでうまくいく？俺、うまくいってるやつ見たことないですよ。要するに、ね、それを努力、ね、それをね、実際に実行して、初めてさ、形になって、その人の能力に身につくのに、なんか、さ、実はこれ、こういう、わ、こういう風にするもんだ。ね、で、それはこういうふうにした人がいるからこういうふうにしたらいいと思うんだ、じゃあダメなんだよ、自分がやんなきゃ。例えばね、経営コンサルの、ね、先生でさ、ね、前職の会社でね、いたやついるんだけどね、さ、ね、最初、ね、いろんなやつ来るんだよな。で、その中でさ、ね、まあなんとなく容認できるやつは一人くらいですよ。あと全部ダメ。うん、なんでかっていうと、この人たち実業したことないんですよ。自分で商売したことない人たちね、で、自分で実業の世界で生きたことないのに、要するにさ、経営に対してさ、死のもの言うんだよ。で、お前それやったことあんの？いや、どこどこでやってました。で、どこどこでやってたらその会社とうちの会社違うだろって言っても、ね、いや、ここでうまくいったんだ、ここでもうまくいく、じゃあうまくいくんだったら、お前ちょっとやってみなって言ったらできないですよ。なんでかって言ったら、この人には経営のコンサルのフィーリングがないんですよ。だから、ある意味では、ね、人っていうのはそのね、全て多分ね、フィーリングなんだよ。
うん、要するにあのね、人との接し方、例えばね、人と話してる時になんかマイナスなこと言うやついっぱいいるじゃん。ね、なんかさ、できない理由をいっぱい言うやついる。ね、で、あと、ね、こう、あの、業者と打ち合わせしててもそうだよね。要するにさ、まあ、これはこうなんですよ、あんなんですよ。で、できない理由をいっぱい言う人。これって、なんとなくね、フィーリング合わないんだよ。要するに、こうしたらできるんじゃないかな。ああしたらできるんじゃないかな。って言ってると、意外にできる方向に物事って進むわけ。それなんでかっていうと、この人たちは実際にさ、実体験の中でやってきて、結果を出してるからなんだよ。だから、ね、僕も思うんだけど、ね、うちの会社の中でもね、一生懸命やってんのよなと思うわけ。で、ね、あとはさ、ね、あ、こいつ能力高いのなと思うんだよ。でもさ、ね、結果が出ないっていう人たち、あと、ね、周りからの評価がうんと低い人たち、いっているよね。で、それは、僕なんかはね、一応1年間に1回さ、こうね、アンケート用紙取るよね。で、その中でさ、あれ、こいつそういうふうに思われてるのかなとかさ、ね、あ、こいつ下から見るとこういうふうに思われてるのかなとか思うわけ。で、それは、要するにさ、ある意味で、普段の、要するに姿なんですよ。ね、だから、例えば、その、ね、人と無駄話することが、その正しいコミュニケーションとすれば、周りの人たちから評価されなきゃいけないね。でもさ、それは一切評価されないですよってこと。で、結果的に評価されてるっていうのは、何ができたのっていうこと。で、それを、要するに、具体的に、ね、そのやり方としてね、人が協調して動いたかどうかなんですよ。つまり、協調しないと、物事は前に進まないってこと。だから、協調させるには何が必要かって言ったら、フィーリングなんですよ。要するに、人のものの言い方もそうだし、要するに接し方もそう。で、これ、一人一人指導するの無理。だから、まずは、自分で、要するに、周りがね、周りがどう思うかじゃないんだよ。ね、要するに、この仕事をするのに、どうしたらこの人たちは動くかってこと。昨日、掲示板に書いてあって、要するに、掲示板に物を書かない人、ね、要するに、あとはブログ書かない人、ね、それについては、ね、書きなさい、ね、上司が一生懸命言ってる。でもさ、言うこと聞かないんだよ。なんで言うこと聞かないの？これ、俺フィーリングじゃねえかなと思うわけ。これは、ひょっとしたらこいつ、嫌われてんのかな？一生懸命頑張ってるのに、かわいそうだなと思ってるわけ。それは、そういうね、雰囲気っていうのは、その部署の中で作られてしまうってこと。だから、すごい危険なんだよね。で、それは、さ、何遍も何遍もね、言うことで、正しくしてもらうってことは大事なんだけども、ただ、問題は、そこに人がついていくかどうかってこと。実際にそれをね、要するに重要な課題だと思ってね、その説を解いてるかどうかってこと。つまり書かなくても関係ねえじゃん。それなんかね、なんかそんなこと書いたか分かんないで、なんか問題あるのって思われちゃったらね、じゃあやんねえ方がいいじゃんってなっちゃうわけ。ね、だけどさ、それってみんなうちの社員ね、例えば大阪もあれば東京もある、横浜もある。で、その人たちが今うちの会社のね、誰一人一人がどのように行動してどのようなことをしてるか、どのような物事を考えてるかね、昨日は10日はね、アイデアの日ね、みんないろんなアイデアをあげてくれてる。で、その中でね、あ、こいつくだらねえなって思うやつもあるよね。要するに、あ、確かにそうだなって思うやつもあるな。で、それはさ、誰かが感じてるんですよ。それは何かあったら、その部署部署のフィーリングの問題なんですよ。だから、じゃあ、この会社を良くしようぜ、雰囲気があるんだったら、そこでさ、一生懸命みんな考えてアイデアを出してくれるよね。で、それを取り入れることで、うちの会社ってのは成長してるわけじゃん。だから、こんなとこやったらしょうがねえよ。ね。で、別にそんなの評価されねえよ。なんかやったら給料上がんねえよ。って思ってたら、ね、全くそんなのさ、ね、実は、そういうことの積み重ねで、周りの評価を受けてるってことだよ。ね、それは、残念だけど、一生懸命仕事やっても、要するに、周りからは受け入れられないんですよ。なんでかって言ったら、ね、要するに、フィーリング合わないんですよ。要するに、つまり、いろいろやろうとしてることの、要するに、ね、仕事に対するコンセプトと、行動力が動かないっていうのは、ね、その理念が合っていないってことなんですよ。それをやらなきゃいけないっていう理念が、要するに、合っていないってことなの。それは、要するに、説得力が足りないってことなの。で、それは何かって言ったら、相手方に伝わるような、要するに、まずさ、やるべき、何をしなきゃいけないかっていうところから始まって、それから、ね、じゃあこれをさ、こうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう、いうのか、これやらなきゃいけないよ、やりなさいよ、っていうのでは、全然人に与える影響力は違うんですよってこと。だまずは何かをやるって決めたら、ね、そのやる方法と、やるコンセプトを決めなきゃいけない。ね、これ何のためにやるのか。ね、仕事が増えるためにやるんじゃないですよ。仕事を、この仕事をやることによって、どのようなうちの会社に対して影響があるかということを考えて行動すること。これ一番大事だと思いますよ。だからまずね、物事を進めるときに、
今これをやろうとすることっていうのはどういう形でこの会社に影響がするんだろう、どういう形で俺たちの要するに将来が変わって、ね、あの結果として出せるんだろうっていうフィーリングがないと人はついてこないよってこと。まあ、ぜひね、頭の中でそういうフィーリングの問題を考えて行動してください。ね、お願いします。以上。